今後の県政を展望すれば、人口減少問題や中山間振興のほか、南海トラフ地震対策といった課題が立ちはだかっています。こうした課題に正面から向き合い、その解決に向けて一つ一つ成果を積み上げて、積み重ねていかなければなりません。そのためには、さまざまな分野でアンテナを高く張り、県民や事業者の皆さんの声に耳を傾け、絶えず施策の磨き上げを図っていくことが欠かせません。県議会9月定例会がきょう開会し、執行部は南海トラフ地震対策や人口減少対策などを盛り込んだ総額およそ49億3800万円の一般会計補正予算案など50件を提出しました。提案理由の説明に立った浜田知事は、引き続き県民との対話を通して共感を得て、デジタル化、グリーン化といった時代の潮流を先取りし、県政を前進していくと意気込みを語りました。9月議会は来月11日まで23日間の日程で行われます。